おはようございます。2023年7月12日水曜日の朝です。今日の体重は 64.65 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は雨、霧雨がずっと降っております。風も強いし、なんだか最近はあんまりパッとしない天気が続いておりますけれども、昨日ですね、突然ちょっとアナフィラキシーショック的な症状が出まして、で今朝もですね、あんまり本調子ではないかな、お腹の調子があんまり良くないのと、なんか鼻の中が痛いって感じが、なんか喉と鼻のところのぶつかる穴が痛いみたいな感じになってますけどね、昨日の余韻ですかね。はい、そんな感じでございますけれども、今日ですね11時から近くのお寺安龍寺さんで茜先生のヨガあります。ですっごい行きたいんですよね。ただ私やることまだいっぱいありましてですね、いやー、やんないと終わんないしなと思って、息抜きがてら1時間くらい行ってもいいんだよなと思うんですけど、行ったら行ったでその後ですね、ちょっと中抜けしちゃって集中できなくなっちゃうっていうのもあるので、頑張って終わったら行ってこようと思いますよ行くために頑張るぞ。まずは白湯飲みます。じゃじゃーん、動画も撮らずにですね、いろいろやってましたよ。そしてですね、この昨日完成したこの目隠しカーテンですね、しっかりとまっすぐな状態をキープしております。よかったです。そしてですね、カーテン仮止めで茜さんに借りたフックじゃないクリップを使ってたんですけども、これですね、自分で買ってきたやつに付け替えました。それで見えるかな、これをですねちょこちょこって付けたんですけども、この一つ、このですね、これこの一個ずつ空いてるとこにはですね、鳥が来ます。ただ鳥がまだ届いてないのでですね、まずはこのモチーフだけ状態で、本当は鎖で留めたいんですけど、鎖がなくてですね、針金で留めております。そしてですね、あとは足しびれちゃったよ。これですね、これをもう仕上げようと思って今ずっと塗ってます。塗ってるんですけど、なかなか終わらなくてですね、結局ですね、もう11時5分前で、私ですね、時間全然気にしてなかったからというか、すごい集中してやってたから、気づけばもう11時5分前で、なんと茜さんのヨガも似合わなかった。あー、もう行きたかったのになっていう感じでございますので、もう今日中にこれは集中してやってですね、ちょっとこのソファーもちょっと奥の方にやったりとかしながらですね、ちょっと今模様替えもしたいので、もう今日はここを完璧に完成させちゃいたいと思います。まあ完璧にはできないんですけどね、まだ来てないものもありますからねなのである程度は綺麗な状態にしたいと思いますよ。もう散らかってましたからね。よし、頑張るぞ。今1時半です。なんかですね、だんだん体調が悪くなってきましたよ。全然食欲なくてですね、体がすごいだる重な感じでですね、喉が痛い感じがしてますよ。何でしょうね、何が起こってるんでしょうね。なんですけれども、今からですね、ちょっとメルカリ売れたので、メルカリを出しに行くのと、あとなんかファックスする用事とかがあったりとかしてるのと、あと、旦那さんと打ち合わせをしたいので、その後ちょっとシエスタに行こうかなとか思ってますよ。とりあえず、なんだろうこの体調悪いの。まず行ってきます。シエスタ、ちょっと雨降ってきちゃいましたね、結構激しくね。行きます。ホットコーヒー、今日はエンジェルブレンドを飲みます。あら、こんにちは。今撮ってるよ
今もうちょっとで4時ですが、こんな時間にやっと食欲が出てきたのでカルボナーラを食べちゃいたいと思います。サラダ美味しそう。きゅうり、トマト、キャベツ、レタスが添えてあります。カルボナーラ食べます。エリコロの動画、おっしゃー、美味しかった。ゆっくりできた。打ち合わせもちゃんとできましたしね。でですね、今日ですね、ちょっとシエスタのカズエちゃんから聞いたレシピでご飯作ってみようと思って、私青いシソをですね買い忘れちゃったんですよね。そしたらですね、ちょうどすぐ近くにカズエちゃん家がありましてですね、カズエちゃん家のシソ持っててもいいよということだったので持っていくことにしました。いただくことにしました。お、どこだどこだ。そしてナノちゃんがいましたね。シエスタでずっと一緒だったナノちゃん、ランドセルをですね私持ってきたので、ナノちゃんこれよし、じゃあちょっと美味しそうなところをいただいていこうと思います。よいしょ、よし、じゃあ今日使う分だけいただきます。はい、トーマがですねお家から何かを持ってきてくれましたよ。これは何ですか。カブトムシ。これはどうしたんですか。幼虫からね、サナギになって羽化した今日。そうですか。今日朝、見たら、この中見たら羽化してて。そっか、ナノちゃんが説明してくれました。これ見せてくれるの。足の骨とか弱いけど。すごいじゃん。わあ、すごいね、本物だ、生きてるね。よし、ありがとうね。大事に育ててね、強く育てるんだよ、みんなと戦わせるんだよ。バイバーイ。ななちゃんもバイバーイ。またね。ありがとうね、見せてくれてね。エリコロの動画、今日もなんとなくトライアルに来ちゃいました。旦那さんお気に召したようでございます。ちょっと寄ってきます。帰ってきましたよ。雨はまだ降ってますけどね、とりあえずなんか体調も少し良くなった感じがする。中入ります。今日の夜ご飯です。今日ははんぺんチーズ春巻き、ナスベーコンチーズ春巻き、あとはミニトマトキュウリ、あとはゲソ煮たやつとキムチで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日ですね、朝からちょっと動画も撮らずにですね、せっせこせっせこと、ちょっと自宅のサロンにしようと思ってるお部屋の方をですね、いろいろやってました。慣れないお裁縫作業がですね、本当に時間がかかっちゃってですね、やっぱりこう、自分でやるって大変だな、やっぱプロってすごいなって改めてですね、思わされる作業ではあるんですけれども、それでもまあ楽しくですね、いろいろ考えながらやったりしててですね、それでだいぶ完成してきました。あとは、天蓋のリボンをつけたりとか、なんだっけこれ、タッセルつけたりとかですね、ちょっとタッセル、数足りなかったんですけどね、計算、もう一回考えたらもうちょっとここ数増やした方がいいなっていうのがあったから、また買い足さなきゃいけないんですけれども、ある分だけはじゃあと全部つけちゃってですね、完成に近づけていきたいと思っております。そう、それでここからもやろうかなって思ってたんですけれども、ちょっとメルカリ売れちゃったのとですね、ファックス送らなきゃいけなくなっちゃった用事とかもあったので、コンビニに行って、でシエスタに行って、そこでお仕事してですね、はい、そんな感じでございました。そして、そう、それでお昼にですね、ちょっとお裁縫の続きですね、やろうかなと思ってたんですけど、お出かけしちゃったりとかしたのでですね、ちょっと夜この後やります。少し仕上げちゃおうかな。あと1、2時間くらいで展開も多分できるんじゃないかなって言いながら、いつも倍かかるので4時間くらいかかるかもしれないけど、でもやっちゃいかなって思っておりますよ。はい、そんな感じですね。あと、そう、体調ですね。昨日のちょっとアナフィラキシーが出ちゃいまして、多分、ブヨに噛まれたか刺されたかしたんじゃないかなって感じです。私でも、虫に噛まれたり刺されたりしても、あんまり腫れないんですよね。で、こういう皮膚とかに反応が出るよりも、
多分こう内臓にとか、なんか体のなんか血液の方とかなのかね、よくわかんないんだけど、そっちの方に出るタッチなので何でもそうなんですけど、なのでそれで昨日体調悪くてですね、ぐっちゃぐちゃになってたんですけども、あのだいぶ良くなりました。ただですね、ちょっとなんかそれの要因なのかわかんないんですけど、昼間ちょっと体調悪くてですね、朝昼と全然もうほんと食欲なくて、普段だったら食欲ないなって思いながらも何かつまみたくなるんで食べるんですけどね、一口二口とか何かを、だけどもうそれもしたくない、もうミニトマト1個だけでも食べようかなと思ったけど、それもなんかもういらないって感じのくらい食欲なくてですね、元気だったんですけどね、作業できるくらい元気で、気分もそんなに悪くないんですけども、食欲がとにかくなかったんですが、突然あのシエスタに行ってお仕事終わった途端にですね、なんかちょっとこうお腹空いてきちゃったので食べちゃいましたけどね、うん、そんな感じでちょっと鼻詰まりとか残ってたり、喉の奥とかが痛いのは残ってるんですけれども、でも大丈夫だと思います。夜も食べれましたしね、はい、そんな感じでございました。明日どうなってるかな、なんかちょっとこの辺がぼんやりしてるのとかが嫌な感じはすごくしてるんですけれども、食欲出てきたので大丈夫かな、あとはよく寝れば大丈夫だと思います。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。